こんにちはパパパイグリッシュのナッキーです今回は5年生3学期日本の行事文化紹介の単元の肝と壺をお送りいたします小学校英語別に関係ないんだけどサムネイル見てなんか気になって来てくれたっていう方は U の使い方に関しては肝の3、4分過ぎあたりからお話ししていますので下のタイムスタンプからそこまで飛ばして見てみてください それでは早速 get started! まずは着物位置から自己紹介町紹介そして日本紹介この視点の広がりを今一度子どもたちに意識させる。5年生は教科としての外国語初めの一歩として まず自己紹介しましたよね。自分のことを話す学習をしました。2学期になって今度は町の案内や施設紹介、さらにはその街の中での会話について学んできました。そして3学期、いよいよ今度はその街を出て、日本のことを考えて紹介できるようになっていきます。こうしただんだんとこう世界が広くなっていっているっていうことをね。 教科書をパラパラ見返すなどしてもう一回子どもたちに教えてあげられるといいですよね。えー、外国語を学び始めて最初の、ね、1年弱でここまで世界が広がってきたんだよって意識させることでそれは子どもたちの自信になっていくと思います。着物には視野の広がりを主語で感じる。ユニット3ではこういうのやりましたよね。I have P.E. on Monday 月曜日には体育があります。教科のところでねえ。ユニット5では街紹介。We have a good restaurant in our town. 私たちの街にはレストラン、美味しいレストランがあります。ここにやりました。そしてユニット7、今回は We have 節分。行事が入ります。In winter ね、冬には節分があります。この三つの文見てください。 似てませんか実は文の構造全く一緒なんですね何をハーブしているのかどこにハーブしているのかこれ後ろの部分ねそして誰がハーブしているのか主語これが違うだけなんですでやってること,と実は同じなんですよね、見てくださいこのまず最初のユニット3の愛これ自分ですよねまだ自分のところにいますねで PE をこれハブしてるんですよね。で、どこにって言ったらオンマンデーにハブしてるんです。月曜日っていう曜日にねっていう意味ですよね。で、誰がって言ったら私。I がハブしてる。そして、えー、とユニット5になるとこれハブしているものはいいレストランなんですよね。で、どこにって言ったら In our town に私の住んでる町にハブしてるわけです。で、誰がって言ったら We です。私たちですよね。 ここでの私たち We っていうのは自分も含めてこの街に住んでいる人たちっていうことになります。そして今回のユニット7ハブしているのは何かっていうと節分なんです。節分ね、行事があるんです。どこにって言ったら In winter 冬っていう季節にあるんですよと。で、誰がハブしてるのかっていうとこれまた We なんです。でも この w e ーってね町紹介した時の w e ーと違いますよね。この w e ーは自分を含めた町の人たちを通り越してこの日本に住む人たちみんなのことを言っています。だから私たち日本人はねっていうことになります。だから全然ね今までと違うことをやってるわけじゃなくてあくまで文の構造は一緒なんです。ただ視点が ちょっっとずつ広がって文の中の単語を変えて主語を変えてまたは主語の意味を変えてみたらこんなに自分のことしか言えなかったのに今は日本のこととまででで説明できちゃうんんだよよってことなんですよ、ねえー、こなすねれは是非復習も兼ねてこの3つの表現についてねちょっと言ってあげると「ほうほう」ってなります。 ね、え難しいことやってるようだけど実はみんなもうねほとんどできてるんだよって言ってえ自信をここでまたつけることができます。着物 you can. の新しい使い方を感覚的に覚える。っていう意味で「can」を学びました。中学生以上になると can にはいろんな意味があっていろんな場面で使うことがだんだん分かってきますがこのユニット7で学ぶ YouCAN これが面白いんですよね <laughs> 小学校英語って実は英語の日常会話の中では本当に頻繁に使われるんですが受験英語ではほとんど出てこない だから大人の人でも実は知らない人が多いっていう You can, You の使い方です。小学校英語ってつくづく受験英語ではなく使える日常会話によってるんだなっていろんなところで思います。これもその一つですよね。えー、例えば I can. ね、ダンスにしましょうか。I can dance。私は踊ることができます。ね。He can dance、うん。彼もうまいよね。She can dance。彼女も踊れるよね。っね。こういう感じでやってきたんですよね。でも、You can って。 これ、あんまりこういう感じでは使い道ないですよね。だって、目の前にいる人に向かって、You can! あなたは何々できます。あなたは踊れます。っていう時って、まあ、例えば、あの、クラブとか行って全然踊らない友達に、え、eh, You can dance! 踊れるじゃんとか、盆 <laughs> 踊りでもいいんですが、盆踊りでなかなか入っていかない人に向かって、You can dance well! 踊れるじゃん行っといでよっていう時に使う You can! はあるけど、 まあでもちょっとなかなかか使いませんで私たちがふ普通に「You」と「Can」をくっつけて使うっていうのは大体疑問文が多いと思います。「Can You」とかね「Can You Dance」とかね、えー、これが一番多いんじゃないでしょうか。あの,あ,のあれまで依頼の「Can You」もありますね。Can「you, Can You Pass Me」とかねそういう感じで使うことがあります。えー、っとそれ以外でなかなか使えないっていうのが あの普通じゃないかなと思うんですけどね。でもでもでも、English Speaker ーーは、ね、これよく使うんです。ね、you can。例えば、漢用句なんかにも出てきます。You can't judge a book by its cover.You can't judge a book by its cover.Cover だけ見ても、ジャッジすることはできませんよって。物事は表面だけ見ても、進化はわかりませんよ。っていう意味ですよね。それから、 「You never know what you can do till you try」You never know what you can do till you try. know do never can what till あなたがやってみるまではわからない。You never know. never やってみないとわからないっていう意味ですよね。これって慣用句だからあなたのことまあこれを見ているだから先生のこと言っているわけじゃないんですよ。 ね。もちろん、あの、あなた、先生方にも通じるから、私にもね、通じるから心に響いてくるっていうのが慣用句なんですけど、ここで言っている you っていうのは、あなたっていうこの一人の人のことを言ってるわけじゃなくて、ね、世間一般の人にっていうことです。ちょっともっとわかりやすくすると、あの、例えばこんな感じですね。あの、海外で、 観光先でね、有名な寺院とかに行くと、あの宗教的な問題でね、時々こういうことがあります。はい。露出の多い服とか、カジュアルすぎる服だと入場できないこともあるんですね。そういうところに行くと、縦看板にこんな感じで書いてあることがあります。You cannot go inside with a t-shirt. はえ僕 見られてるみたいな <laughs> こういう意味じゃないんですよね。<laughs> ね。はい。あのこれはあの一般的に「ダメですよ T シャツで入っちゃう」っていうことですよね。はい、というわけでケロリ先生ちゃんとこれ上着着ないと入れませんからね気をつけてくださいよ。監視カメラで見てるわけじゃないです。はい。そんなわけで「U、えー」って英語を学校で学んだ時にはねまず単数の「あなた」ね。 複数のあなた方、あなたたちっていうのを学びました。それに実はもう一つ。3。一般的な世間一般を表す。っていうのがあります。これ訳さないことが多いですね。さっきみたいに。あなた方はここで T シャツダメですよって言わないんですよ。ここでは T シャツはダメですよ。みたいな感じになります。そういうわけで、この単元も同じような感じになりますよね。 こんなことが楽しめますよこれ主語はあの訳さなくても大丈夫ですこんなものが食べられますよこんなものが見れますよって感じの意味になりますこれを感覚的に子供に子使わせるんんでですすね説明はしなくていいんです、ねえー、今までずっと喋ってきた話は先生は知っておいた方がいいと思うんですけど子どもたちにはこれは説明しません じゃあ、どうするかっていうと、こういう時は使うのはこれです。場面、状況、目的をとにかく与えてあげればいいです。ね。つまり、こういう場面では、つまり何かを紹介する場面では、you can っていう言い方を使うんだよって教えます。それで十分です。<noise> さあ、今回、ツボは一つだけです。行事は、 難しいことは言わない。考えない。言葉で説明するのではなく、絵や写真で見せる。年中行事。ね。大人でも、はいじゃあ、節分、英語で説明してください。これ、難しいじゃないですか。考えちゃいますよね。で、行事名ってもういくつか教科書でね、載ってます。英語になって載っています。でも、 これ、外国人に説明するためにね、教科書のために誰かが便宜的に直訳しているだけです。だから、教科書によっては言い方違ったりもしますよね。で、先生、何々って英語でなんて言うのって、何でもかんでも子供って聞いてきますよね。かまぼこって英語でなんて言うのとかさ <laughs> あの、小松菜って英語でなんて言うのとかね。で、急いであの、Google で例えばね、じゃあ、七夕って先生、なんて言うのって言われて、 えっと、グーグルでちょっと、えた、七夕ちょっと待ってね。えー、wait a minute. えー、スターフェスティバル。あ出てきました。スターフェスティバルって書いてます。そこで、うん、あの七夕はね、英語ではスターフェスティバルって言うんだよって教えます。だけど、授業を出て、留学生、ね、外国から来た人にですね、What's the 七夕って聞かれて、Oh, it's the star festival! これで終わったら、what?what What is the star festival like? って聞かれますよね。だってそもそも七夕って英語圏にない行事ですから、the star festival って言葉だけで聞いたって、なんかまあ、とにかく星に関係するお,、ま、お祭りフェスなんだなぐらいしかわかりませんよね。あの人によっては夏にあるあミュージックフェスかなみたいなことを思うかもしれません。ね。 えー、それから「ドール・ズフェスティバル」だってそうですよね。人形のお祭りって言ってもねこれひな祭りだから完全直訳ですよね。なので、えー、プラスひな祭りっていう行事について外国の方に知ってもらうにはやっぱ簡単な説明がいります。例えばレレ、ねえー「女の子のいる家庭は3月3日にお祝いをします」。 their girls happiness。伝統的な日本の人形のセットを飾って、女の子の幸せをウィッシュ、祈ります。まあ、こんなぐらいですね。まあ、簡単ですけど、これくらいの説明をつけてあげると、外国の人も、ああ,あ,あ,あ、ああ、ああ、あ t s あ、e あ、あ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 なああ、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 あ これぐらいの説明だったらできるようになります。でも、これ5年生にはとてもじゃないけど難しいですよね。じゃあどうするか。だから資格材料を使わせます。百聞は一見にしかず。見たらわかります。ね。そして学んできたフレーズを使って本当に本当に本当に簡単に説明します。5年生の頭だと もっと難しいことも知ってるし、日本語ならね、もっと面白いことも言えるんですけど、でも、あえてここでは、小学校低学年が思い浮かべるぐらいの、いや、なんならもう、幼稚園の子が思い浮かべるような行事の楽しさに落としていきます。例えば、ひな祭りだったら、ひな人形ってちっちゃくて綺麗で可愛い,いよ、とか、お菓子も食べれて美味しいよ、幼稚園みたいだけど、これでいいんです。 ね、七夕だったら七夕祭り楽しいよって短冊を飾るよって浴衣綺麗だよとかね天の川を見るんだよとか、まあ、いっぱい出てきますよねこれくらいでいいんです。ねただ中にはもうこだわりの強い子がいてどうしてももっと言いたいってなりがちですよね。ね。彦星っていうのはアルタイルでね乙姫っていうのはベガのこの星のことなんだこれ伝説なんだみたいなね。 どうやって英語で説明させますかどうしても言いたいって言ったら説明はいらないよね。こうしたらいいんじゃないつってこういう絵を用意させます。ね。そして言葉はそれだけあの賢いこと言う子ですから We have a story. 織姫彦星 is very romantic. これくらいだったら覚えられますよね。ね。これだからこれ指さしながら言ったらいいじゃん。ね。って言うんですよ。 これで十分すぎるほどね、ALT の先生とかにも通じます。This is o u タイ i and this is Vega って言ったら、Oh, our t i I know! みたいな感じね。 ねあのね、今便利なことに子供たちって PC 使いこなせるからスライドとかでの発表にするといいですよね。画像はいくら凝ってもいいんです。ねどうやってわかりやすい絵にするかをね、ねわかりやすい言い方に、言い方は特に簡単にしていくか。ここがポイントです。ここを先生はフォローしてあげます。そこで、とっても役に立つのが、 行事や日本の文化をテーマにしたスリーヒントクイズですね、あの単語レベルでいかにその行事を説明できるかっていうのの訓練になります例えばこんな感じですね What's this? インドオーゲームオカメフェイスひょっとこフェイス It's ふくわないみたいな <laughs> ね、あの簡単にできますこのインドアゲームアウトドアゲームって、あのー、日本の伝統遊びとかのヒントにすごく使えます。 スリーヒントクイズは教科書にも題材として載っていますので発表の前には何度もいろんな行事それからいろんな伝統遊びとかでスリーヒントクイズを先生が出してあげたり子どもに作らせたりしても面白いですよね。だんだんんヒント出すのが上手になってきますってことは英語で説明する知っている単語をこう使って説明するコツが分かってきます。なののでスリーヒントクイズってね思考力を鍛えるのにバッ 知りなんですよね。とってもこの単元では使えますので、ぜひお試しください。さあ今回は日本紹介の単元の肝とツボをお送りしてきました。授業のヒントにしていただければ嬉しいです。それでは see you next time。バイバイ。